我是悠悠。今天的开场呢，在我家厨房，因为我要拍一支复仇影片。大家记不记得上次想太有把我的眼睛蒙住，然后让我吃下超难吃的纳豆，所以我今天也准备好台湾的食物来对付它。这个大家都知道是什么了吧？但是因为它的中文跟日文太接近了，我不能讲出来，我怕他发现。我现在呢要把它切小块，然后来看看日本人吃下这个会有什么样的反应。Go！ 那我把它切小块一点，而且要切那个要让它吃到里面有蛋黄的部分。蛋黄很多，给他吃这个。我们现在拿过去。これつけてください。はい。いいよ。ちゃんと見えないね。見えません。いい匂いなんじゃ、美味しいんじゃないのこれ。いや全然匂いしてな、しないじゃん。掴んでるよね。うんうん。でかくない？でかい。いや噛んででいいよ。はい。ちっちゃくち、ちっちゃすぎで、半分ぐらい食べなさい。半分ぐらい食べなさい。半分。食べなさい。何してる？わかんない、わかんない。食べなさい。これ知ってる？ねえ、これは何してる？飲んでよ、飲ん、食べて。食べてよ。早く。おいおい、ほんこまく。早く。なんか感想ある？人間の食べ物ですか？もちろん。何これ本当。ピタン。まあでもね、タレあればもっと美味しいよ。じゃあタレつけたのちょうだいよ。いや、タレないもん。日本ないよ。まずいじゃん。日本ないよ。だって前の納豆もタレなかったよ。ね。仕返しだ。そうだよ。米食べたい。米ダメよ。さあ、今日の動画、ここで終わりましょう。イエーイ！ぴったん。全然いいじゃない、マジで。また今度台湾行くときね。いりませんもん。シュー豆腐、シュー豆腐、楽しみだね。じゃあ皆さん、バイバイに行って。また次の動画で会いましょう。バイバイ。じゃあね。じゃあね。